桜が散るとき、竜は道を閉ざしてしまう。急いで。夢か。桜が散るとき、貴様に涼さんの居場所を。うわー、福ちゃん、乱帝涼さん、ダメだ。鏡がもう一枚あると聞いた。何？渡してもらおうか。断る。仕方がない。ならば直接その体に聞くとしよう。親父の仇、今晴らしてやる。